第1打席は惜しいセンターへのライナー性の当たりでした。第2打席はチャンス、しっかりと捉えてセンター前へのタイムリーヒット。日本球界での200ホーマーも達成、メジャーでも4年間で44本のホームラン数を誇っています。打席の井口、タイガースマウンド上はピッチャーの久保、まさに、はい、ただしかしここね、はい、満塁でマウンドに上がるっていうのは大変でしょうね、はい、ピッチャーね、まあ、小宮山さんよくね外からは、まあ、自分が出したランナーじゃないし開き直ってなんていうふうにこう簡単に言われがちですけれども、やる方は大変ですよね。いやもうそれはそうですよ、勝つためにやってるわけですから、はい、なおかつそのビハインドの展開でこの走者を返すようなことがあっては、はい、もう致命的だっていう感覚でおそらくマウンドにいますから、はいはい、これも本当に必死に抑えにかかりますよね、大きな当たり、センターバック、センターバック2年連続この甲子園球場で井口のホームランが出てしまった。今シーズン第7号は大きな大きな満塁ホームランになってしまった。井口がホームに帰ってきました。久保の代わりっぱなを捉えました。7対1ロッテが大きくリード。的な角度でセンターバックスクリーン方向、打球は一直線。井口今日5打点の大活躍。まゆみさん